1年目、はい、ジャパンカップも初めてということで、そこを踏まえて今年は2年目です。どんな気持ちでこのレースに臨んでいますか？そうですね、昨年は本当に初めてだったということで、まあすごい大きい大会だとは聞いていたんですけれど、まあ、昨年経験して本当にはこれほど応援してもらえる、特にブリッツェンということで応援を送ってもらえる大会なんで、今年は非常に楽しみにこの日を迎えました。
今日のクリテリウムの作戦なんですが、話せる範囲でいいのでそうですね、まあ、やはり、まあ、ご存知の通りブリッツで明確にスプリンターというのは今いないんですけれど、まあ、何人か、まあ、自分も含めて前でもがきたい選手はいるんで、まあ、最後もちろんフィニッシュはトップ10を狙いつつ、まあ、周回賞なんかもチャレンジしていきたいなというふうには思っています。はい、まあ、島根鈴鹿、新城、ツールド九州とスプリントに本格的に参加したこの3連戦だったかなと思います。はい、今年はこの経験を積んでこのクリテリウム、ご自身のプランっていうのはありますか？そうですね、とにかくクリテリウムは自分の中で集団の位置取りであったりとか、スプリントに向けての、まあ、ある意味練習の場にもなると思っているんで、まあ、だからって集団でずっとついてるだけではあまり意味がないんで、しっかりそこも前々で狙いつつ、まあ、それも危険回避にもなるんで、そういう前で展開していけたらなというふうに思っています。では最後に応援してくださっている皆さんに一言お願いします。はい、そうですね、本当にこのクリテリウムは明日もなんですけれど、本当にたくさんの方に応援に来ていただいているんで、集団に埋もれることがないようにしっかりブリッツの姿をこの特別ジャージがしっかり目立つように頑張りたいと。はい、大谷石の、はい、黄色のラインも目立つと思うんで、いつも以上に分かりやすいかなと思うんで、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。はい、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。
ですので、まあ、ちょっと有力チームで前にメンバーを送り込めなかったのは、チェリー・コー、はい、コフィー、トゥ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 ロッドとプレミアテックが2名という状況ではあるんですが、ニルモア、さあそのニルモア含めて2名ずつ送り込んでいるのがリドルドレイクと、見ているとですね、先頭の中でリドル勢ですが、はい、マジョリオジャージャーと登る、そしてスワイガーが近づくと、選手に2冠を選んだ方が大胆コースになるのか。マイケルスで追いかけているのか、スクイスが行ってマイケルスが追いかけてますね。すごい家だ。でも3回目ですね。ベストリザルト from our team is you 22 place and today's race after begin the race go attack early by UCI World Tour team. How do you feel about today's race? Yes, it's really fast almost and then it's situation because in the front of a big team. So from peloton is difficult for chasing in the front group. So yes, a little bit safe today for me because I want to show performance to me in the like hometown in Utsunomiya. But yeah, this is a race. So we are looking forward tomorrow.今日はものすごくペースの速いレースでして、で先頭にワールドツアーチームの選手たちが集まったので、追走がすごく難しかったっていう風に話してます。で集団の中で安全に過ごしたんですけど、地元宇都宮のレースなので、少しでもいいリザルト取るようにしたっていう、はい、しました。明日に向けて、いい準備になったっていうのはそうですけど、Please say motivation about tomorrow. Yeah, a little bit difficult to me. Yeah, I'm not super climber here, but we have a good climber from both Colombia rider and then also last year Toki and Tani have a good result in the tomorrow race. So. Tomorrow I think we have a good motivation for in the race because here is hometown by our, no? So and Toki is good legs now. So we will see tomorrow. 明日は少し僕にとっては難しい日になるかもしれません。僕はクライマーではないので、ね、ただブリッツェンには2人のコロンビア人のクライマーがいますし、あとは谷も時も状態はいいので、いいレースができるんじゃないかと思ってます。去年谷時がいい走りをしてました。そこで地元レース、明日も大切な地元レースなので、いい走りをしたいと思っています。明日のフリーテの走り期待したいと思います。頑張ってください。 Thank you. ありがとうございました。よっしゃー明日。